日本近畿地方、中部地方、三重県北勢鈴鹿市白子町白子町は、三重県鈴鹿市にある地名。白子は、白子と誤読されることがあるが、正しくは、白子と読む。現在の町域は二度の白子町分割の際に、住居表示が導入されなかった地域からなり、二つの飛び地を持つ。鈴鹿市南東部に位置する。白子郵便局がある地域が、最大の面積を持ち、 白子港と鈴鹿工業高等専門学校付近に飛び地が見られる。北は江島町、東は白須駅前、白子4丁目、南は寺家町、西は野村町、野町、南朝日が丘、東朝日が丘と接する。白須歴史も参照。白子は古代より明けた地域であり、江戸時代には港町、宿場町として賑わった。 発展の背景には別邸を置いた紀州藩や伊勢湾の拠点として利用した伊勢商人の存在が大きい。明治時代には白子町と寺家村、江島村が合併して白子町が誕生。この地域は白子町大技白子となり、道町の中心となっただけでなく、軍役所、駅、海陸物産市場が置かれ、軍の中核としても発展した。ただし、白子港に関しては、 近代以降整備が進んだ、四日地方に派遣を奪われ衰退した。1937年には、鈴鹿海軍航空隊、基地が設置され、白子港は軍港に変貌し町には相次いで第二本、帝国海軍関係の施設が建設された。第二次世界大戦中の1942年には、当時異例と称された二丁十二村の合併で、鈴鹿市が発足。 大技白子は再び白子町という町名に戻った。1947年11月、鈴鹿管に裁判所が川下郡団体事務所長社内に開設され、1954年7月の移転まで使用された。1948年、区域変更問題が発生し、再び独立した地方公共団体である白子町に戻そうとする運動が見られたが、 反対派が賛成派を若干上回り回避される。1973年には白子町の西部が分割され、一部は鈴鹿市東朝日が丘、中朝日が丘、南朝日が丘となり、1978年には東部も分割されることになり、一部は白子、白子、本町、白子駅前という町名となった。さらに2001年にも区画整理により、 白子町の一部が東朝日が丘一丁目及び中朝日が丘一丁目に編入された。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は通っていない。最寄り駅は、 近鉄名古屋線白子駅。新編中学校社会科地図最新版の83ページに白子のルビが白子と誤って記載されている。同省は中学校社会科の文部科学省検定済み教科書である。ありがとうございます。